大津島は山口県周南市徳山下松港の沖合十数キロメートルに浮かぶ離島である南北10キロメートルに細長い島かつては本島と馬島の2島に分かれていたが太平洋戦争末期に人間魚雷回転の軍事施設ができた際に2つの島の間の浜が埋め立てられたと言われている北側に川島南側に須島 東側に黒神島が存在する。なお、山口放送の中波放送送信書は、大津島の島内に設けられている。黒三影け石が産出されていた。仮尾地区の南、瀬戸浜地区、大見地区に採石場跡がある。現在は島内に石材加工場があるが、石の切り出しは行っていない。農業面では、タバコ、温州みかん、さつまいも、 スイカなどの栽培が盛んであった。かつては、Y 字の窪みの位置にある本浦の大津小学校と、南端の馬島小学校、本浦の大津島中学校と3校があったが、現在では小学校は統合され、かつての馬島小学校が、大津島小学校となっている。中学も、本、浦から馬島に移転し、2006年の時点では、大津島小学校に、 大津島中学校と大津島幼稚園が併設されている。2015年4月より大津島中学校が2016年4月から大津島小学校が在校生不在により休校となっている。徳山港から大津島巡航のフェリー、旅客船が1日7便ある。フェリー新大津島と旅客船鼓海にが2隻運航している。 徳山港は選手により乗り場が別になっている。同所に徳山、大分県と武を結ぶスオーナダフェリーが隣接している。フェリー新大津島はカリ港、馬島港に着く。旅客船は本浦港、瀬戸浜港、カリオ港、馬島港に着くが、全便すべての港を経由するのでなく、本浦港は1日に便が着くのみである。旅客料金は、 徳山港から島の各港まで、片道大人720円の一律。時刻表運賃表回転の弊社があった場所に、人間魚雷、回転の記念館がある。ありがとうございます。